こんにちは、ミスタースティームです。やっす。今回はクリスマスプレゼント、ポケモン最新作スカーレットバイオレット各1名様に送りますの、この結果発表やっていきますってことなんだけれども、では見ていきやす。気になる結果がこれですね。コメント一つ来てました。一つしか来てないと言った方がいいかもしれません。ユズソフト信者さん、これですね。この人、当選おめでとうございます。きっちり書いてもらってますね。ツイッターのアカウントが、ユズラバー圧倒天使創造、住所が神奈川県相模原市、21歳、なんとなくスカーレット、違いがわからないので安い方とかで構いません。ダウンロード版、まあスカーレットでいいでしょう、書いてあるんで。ダウンロード版で今のところホゲータ、ニャオハも良さそうで悩んでます。私はニャオハにしました。ホゲータ、まあどっちでもね、ここはもうね、どっちでもいいです。はい、もう、8、大声の意気込みですね。たまたまショート動画が流れてきて応募させていただきました。基本ゲームは出た後数年して、ある程度安くなってからひっそりと楽しむのですが、知り合いが数人ポケモンをやっていて、久しぶりに今すぐ買うか悩んでいました。ポケモンをやるのはダイヤモンドパール以来で、ほぼ初心者同然ですが、もし当たったら知り合いみんなとプレイさせていただきます。 YouTube 活動頑張ってください。微力ながら応援しています、ということで、合格です、当選です、おめでとうございます。で、他がね、いなかったです、残念ながら。3件のコメントってなんか書いてあるんだけど、バグですね、完全に。システム上の不具合、YouTube のシステム不具合、バグなのかな。出てきませんでしたので、今回は当選者1名にいたします。ユズソフト信者さん、おめでとうございます。というところなんだけども、予算余ってるんで、追加1名ね、特別大サービス、やっちゃいます。おいーす。次いきますね。とりあえず1人分の当選者決まったんだけれども、結局ね、これがまだ余ってるからみんなを喜ばせる、まあ、視聴者ね2000人いるんですよね。2000人、思ったより応募数が少なくて、ちょっとね逆にびっくりしてる、うん、もうちょっとね、何十人か20人30人来るんじゃないかなとね、個人的には思ってたんだけど、まさかのゼロでしたね。ということで、もう一回やります。でもしかしたら、YouTube のシステム不具合で、コメント、さっきも見たけど、コメント3件って書いてあって、実際には1件しかなかったっていうことは、どこかで消えてしまってるのか、何なのか、わからないんで、別の手段用意しました。こちらですね、右側見ると、Google のフォームっていうのがあるのね、Google フォーム。で、これでクリスマスプレゼント、ポケモン最新作バイオレット、今スカーレット1名様に決まりましたので、残りはバイオレット、バイオレットをかけて、皆さんで応募して誰が選ばれるか、まあ、これはね、運です。はい、でこういうふうにツイッターのアカウント名、ツイッターの ID、 住所で、年齢で、5番は飛ばします。もうスカーレットバイオレットは選べません。バイオレット一択です。スカーレットはもうさっきの人に決まりました。で、希望タイプ、パッケージ版、ダウンロード版、7、最初に選ぶポケモン、で、8、応募への意気込み。応募への意気込みは、これさっきの人みたいに、1人しかもう来なかったら、意気込みなんて、なくてもいいです。特にありませんでもいい。それで終わりです。うん。でも、この応募への意気込みは、複数名来た場合、10人、20人来た場合、まあ、2人来ただけでもあるんだけど、もう複数来たらもうそこで選ぶときはやっぱり応募への意気込みが一番大事かなと思ってます。もちろん最初に選ぶポケモンとかね、この希望タイプとか一応ね、ちゃんと入力してるか見るよ。最初に選ぶポケモン御三家がもうすでに調べてなくて全然違うね、昔の御三家書いてたりしたらもうその時点で不合格です。うん、3匹いるよね、そのぐらい調べなさいって感じ。それすら調べない人はもう不合格です。で、最後はやっぱりここの8番、一番大きいね。ここがもうね、最大のポイントですね。ここのね、やっぱ熱い思いを書いてくれた人にプレゼントしたいなと思います。うん、
で、いつまでにしようかな。もう結構ね、年末忙しくなるんで、うん、どうしようかな。そうだな、バタバタしたくないんで、来週の、土日はそうか、郵便局やってないか。うん、まあ、23日で、前回が、16日締め切りだったんで、1週間ずらして23日までとします。23日で、締め切って、24号で、抽選ですね。これ複数名いたら、どれに、ちゃんと入力してる人はまず絞り出して、で、誰にするかっていうのを決めますので、で、それで抽選したら26あたりに郵便局行って送ってくるかなと。で、到着は27、8になるかと思います。で、これはもう、忙しいんで、本気で欲しい人だけにしてください。転売屋とかダメだからね。ふざけんなよって話だからね。実際にプレイする人だけでお願いします。受け取りはどうしようかな。72時間制限あるんで、結果発表が、また来週の日曜日、25日の18時とします。でそこからあんまりね、ずっと無視してたらもう72時間で次の人にパスということにします。当選の権利放棄ということにします。では、それでは、欲しい人応募してください。前回の動画を見て、詳しい応募方法とかね、見てください。一人で複数アカウントで応募とかね、他人の名前使って代理で応募とか、そういうの認めてないんで、前回の動画しっかり見て、応募方法を確認してやってください。こっちがね、もう、私がプレゼントする立場ですので、もう、条件合わない人は、どんどんカットしていきます。きっちり条件を満たして応募してくれる人だけにします。人の話聞いてないでね、めちゃくちゃな応募方法をしてくる人はもう全部カット。カット、カット、カット。ということでね、Google フォームでお待ちしております。以上、ミスターセミでした。やっす。やっす。